はい、ガッチャンです。YouTube 向けに動画撮るのに久しぶりなんですけども、今日は髪ボサボサでいかにも寝起きって感じでごめんなさい。ロスのカレンからプレゼントが届きました。これです。これはい、これね、XM3 っていうものなんですよ。この中に入ってるね、このカプセルのもの、これ多分カプセル後からこの MX3 を入れて作ったんだろうね。はい、このカプセルが何者かというと、ダイエット食品らしいんですが、まあ私の体を心配してカレンが1週間だけ試してみたらっていう感じで送ってくれました。だからどうやらね、このまま日本国内には持ち込みできないような感じなんですけど、まあ危険薬物ではないということで、まあ、カレンに試してって言われたら試すしかないかなと思ってます。そんなわけでですね、今日から試そうと思ったんですが、実はですね、今日、朝からフランスパンもらっちゃいまして、これがね、なんかすごく、美味しいらしいので、これを食べながら仕事しようと思ったんですよ。そうすると、ダイエットどころじゃないので、ダイエットは明日からしたいと思います。明日からね、毎日、近くのね、しっかりした体重計があるところがあるので、そこ行って体重計と体脂肪計で乗って、その後で、朝、この、XM3 を飲んで、1週間、どのような風に体調が変化するか、計測したいと思います。まあ、そんなわけで、今日は手短ですが、ガッチャンでした。